どうも、Dチャンネルのデベソです。タイトルにもある通りですね、私デベソ、13年ぶりに食中毒、食あたりを起こしてしまいました。前回なった時はですね、多分ですけど、前日に食べた生牡蠣を食べて、それで食あたりを起こしまして、今回はですね、これまた多分推測ですけど、スーパーで買った塩サバ、それを焼いて食べて、それが当たったのかなって感じなんですけど、いやでもね、当日その日の、昼頃に、サバを買いまして、でその日の夜に焼いて、自分の中ではね割とちゃんと焼いて食べたと思うんですけども、なんか怪しいところがあったんかなっていう、別に割引もされてない普通の感じのね塩サバだったんですけどね、それを食べてからですね 4,5 時間ぐらい経った時にですね、なんかもうすんごいね腹が張ってくるんですよね。なんかどん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 ガスが充満してくるような感じがしてきて、そっからですねそれがどん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 込み上げてきて、まあスプラッシュマウンテンですよね。まあ自分そういうね嘔吐するのももう本当に前回の食あたり以来ってことでね、前回になった時はね自分21だったんですよ。で今現在自分33っていうことでね、初めてっていうか改めて気づいたんですけど、吐くのってめちゃくちゃ体力いるんですね。まあ本当に1回出すたんびにもう疲弊しまくってて、まあ一度出してからはもうそこからね下痢もねまあひどくて、もうここからずっと汚い話になっちゃいますけど、まあ本当にもう限りなく水に近いものをもう本当1時間に3、4回ぐらいもずっと絶えず流しっぱになって、もうその度にねケツを拭かなきゃいけないというので、まあケツも痛くなるしっていうので、でもう本当に1回ひどかったのが、今現在はまあなんとなくねこういう感じで普通の感じをね台所映ってると思うんですけども、1回ですね流しに向かって出したんですよ。でかがんで出した瞬間ですね、めっちゃ腹に力入れるんで、その瞬間にビキって腹筋がめちゃくちゃつっちゃったんですよね。それでも吐きながら痛いってなってグッてこうのけぞった瞬間ですね、台所中にゲロをぶちまけるっていうですね、あれはきつかった。もうそっからねもう体力消耗しまくって、もう疲弊しまくって、もうずっとねこの床にもう正直ゲロまみれですよね。そこでもうずっともううずくまりながら、なんとか時間経過してちょっとずつ立ってちょっとずつ片してみたいなので、それをもう一晩やりまくって、それでもね半日ぐらい経った後もまあ未だに吐き気とか、だるさとか倦怠感とかそういったのが続いてて、でもねもちろんバイトの方も休みの方入れまして、もうその分今現在至るまで8時間ぐらいもうほんとちょいちょい寝ながらね、なんとか過ごしているうちに、まあなんとか、ちょっとずつ回復してきたと。今現在はありがたいことに、1日ぐらい経過した感じかな。吐き気とかそういったのはある程度抑えられてますけど、それでもまだねなんとなく気だるさとかそういったある状態で、もうめちゃくちゃ出したんですよ。めちゃくちゃ出したのに、いまだにね腹の中からね塩サバの香りが香ってくるっていうのでね、いやー自分ね前回のその生牡蠣は正直そんなにうまくなくって、その時に初めて生牡蠣食って、で初めての生牡蠣で当たったっていうので、もうそれ以来もう生牡蠣一切口にしてないぐらいのトラウマな品なんですけども、塩サバに関しては結構好きな、かなり好きな部類の植物だったんで、まあそれはショックなんですけど、でもねもう本当にもう台所中にもう塩サバの香りとかねそういったのぶちまけながらもう一日過ごしてたってのでね、ちょっとしばらく塩サバはいいかなっていう感じでございます。ただまあ不幸中の幸いと言いますか、もう本当もう上からも下からもねめちゃくちゃ出したっていうので、その異変が起きる前にしれっと体重測ったんですけど、その時ね、98
98キロ後半ぐらいだったと思うんですよ。98キロ後半ぐらいだったのが、今現在ちょっとあの体重計あるんで測ってみますけども、もうほんとずっと出しっぱだったんでね、見えるかな、97.1 キロっていうね。いや、ただまあ、あの査定のためにこれ上羽織ってるんで、実際はね、あの2キロ近く落ちてるんですよ。やっぱね、あのダイエットしたかったら、危険を顧みずね、ちょっとぶち当たりそうなものを口に運ぶっていうのはね、危険な賭けですけど、一種の手かもしれませんね。まあその後の気は知れませんけども、皆さんもですね、食あたりには十分注意して、お過ごしいただければというふうに思います。2月の頭からこんなだぜ。